大元水法は、新言密教における王法の一つ。大元水明王を本尊として、恩敵、逆信の長伏、国家安泰を祈っておさむされる法で、上は六年爪赤月が当から法輪寺に伝えた。翌年、爪赤月は大元水法の実施を朝廷に創上し、忍受元年に大元水法を毎年実施することを命じる大乗官府が出され、この年に成立したと言える。 以来、毎年正月8日から17日間休中の事務所の施設内で行われるようになった。必要な備品などは、常暁ゆかりの大和国阿弥市の寺が調達するものとされていた。また、後には、第五次理性院の僧侶が大元水法を行う慣例も成立する。なお、常暁の動きの背景として、 天台宗の縁人が史上三つのりを五国法へとして実施するように朝廷に働きかけたのに対抗する側面があった。大元水法は本来は外交からの防衛、敵国降伏を祈願する性格のものであり、よってこの法は天皇がいる宮中のみで行われ、神下がこの法を治めることは許されなかった。蝶徳元年に起きた蝶徳の変では内大臣、 藤原コれ地下がこれを行ったという口実により、太宰府に左遷された。中世においても、大元水法は、他の宮中の仏教儀礼が衰退していく中で、小御所や神座、さらに宮中から離れた第五寺理聖院に場所を移しながらも一貫して実施されていた。このため、五歳へなど、他の中絶した仏教儀礼が意図していた五国法上や、 玉体安論を含むようになった。また、地方寺院でも、中央の大元帥法と連動する形での、大元帥法が実施されるようになる。品濃国稲郡南原村にあった、南原山文英寺に対して、大元帥法の実施を命じた、交渉2年の御花園天皇女房法書が残されている。天正3年に、大木町天皇によって行われた、 理性院の大元水王画像の復興には、天下人である織田信長が全面的に協力していたことが知られている。江戸時代に入ると、再び宮中の正御所での大元水法が復活して、明治維新まで開かれた。明治以降は、宮中での大元水法が断絶する一方で、民間において、それに代わる議例の実施が見られるようになり、広では明治年に、 日露戦争での勝利を祈願して、大元水明王立像が制作され、太平洋戦争においても、連合国長仏の祈祷が行われた。なお、伊原家佐は、近代日本において、国軍の最高指揮官として天皇が称した、大元水の故障について、本来は天皇のみが行い得た、外交長仏の儀式である、大元水法との関連性を指摘している。AB 茨、 2012年 P162 から163イバラ2012年 P163 から 164AB イバラ2012年 P164 から166ありがとうございます。